タイカです。横。嘘つけ。おい、ほんとだよ。本名。それは横に、俺はつばけだから。あれは横にしてるってことだね。そういうことじゃないのよ。ガヤ全部間違ってんのよ。松田君。何ですか、いよいよ明日僕、松田君とのラジオなんですよ。そうだ、そうだ。明日の25時なんです。なんでね、こう、一番遠い横の席に来たかというと、いや、今そのかいらないのよ。じゃ心の中で喋って。よくラジオ大好きじゃん。ラジオ好き。で、この間ABCG さんのラジオ生放送だったでしょ、影横で出て影横で出てたやつ。で、俺明日、生放送のラジオ初めてなのよ。うん、ちょっとなんか、ラジオ好きとしてさ、アドバイス欲しいなと思って。やっぱ、声が聞き分けられないとね、よくないのよ。おぉ、マジじゃない、マジなの、結構マジだよ、ね。自分が思ってる以上に、やっぱ、声だけ、画面通して動画とかで見てると意外と分かるんだけど、声だけだと意外とね、似てる可能性が出てきちゃうわけ。なるほどね。そう。結構だから、イケボ言っちゃった方がいいな。あ、じゃあこういう感じの声じゃなくて、そうそう、どうも、椿大河です。そうそうそう、それで言った方がいい。やめ、やばいって。尊敬してる松田君と、1時間これはさ、声からファンになる人いるよ。でも、飾らずの俺の声でファンになってほしいじゃん。時代は、音って聞いたよ、どっかから。あれ、俺の言葉届いてない今、松田君どんな声だっけ。優しいよ。優しい優しめ。じゃあ松田君の手でちょっとしゃべる、俺が話しかけるから。俺が松田君やるの。やってみて一回。で、優しいでしょ。優しいよ。どんな感じか。あ、オッケー。この間はライブ見に来ていただいてありがとうございました。うん、優しい。めっちゃ優しいね。でも俺の中にその増田くんはないかも。違う増田くんだった。優しいね。あ、ちょっと、まあ、でも本当に、横のは参考になったわ。そうよ、本当に。そう。で、まあ、ラジオね、まあ、慣れてない方もいると思うのよ。インパクターズのファンだとね。で、明日の25時。25時ってどういう今日の、だから、明後日の午前1時なのよ。なるほど、ね。でも、ラジオタイムで言うと明日の25時なんだよね。そう。皆様、お間違いないように。何？やっと喋って噛まないでよ。24時間、次の日付超えて、その次の日の1時、そうだ、あさっての深夜1時です、一番分かりやすく言いますと。明日の夜中だから、今分かりやすく言ったのにまた難しくなっちゃったでしょ。え、明日の夜中だよね。合ってない。まあ合ってるんだけど、明日概要欄に、寝ずに起きとくんだよね。そう、明日寝なきゃいいんだよ、ね、でもお仕事ある方は無理なさらず。そうだ、ね、はい、そうだ、ね、聞ける方は増田くんとこう、あ、被ったってなった時はもう一瞬でもすぐ黙った方がいいね。喋ってない顔してない。確かに。そう。被るのはもう最悪だもんね。二人で喋る、同時に喋ったらもう終わりだから。なるほど。あ、そうなんだ。そう。終わり。確かに。で、譲り合っちゃってさ、沈黙になったらどうしたらいい？放送事故になる。沈黙は放送事故になります。ラジオの場合。だからわーってすぐ言った方がいい。そう。嘘つけよ。リスナーの耳が。まあでもそれくらい僕ワクワク楽しみにしていますので、まあ、何よりゆっくり喋ることを意識して。確かに、いつも早口で。そうなんですよ。何以上、椿大河でした。やばいやばい、明日最速悪いぞ。バイバイ、見てね。